めちゃめちゃにされてます。今若者のほとんどが非正規労働、派遣やパートやあるいは契約社員、皆さんもの多くもやはりそういう形での働きを強いられていると思います。待ってるのは過労死です。労働者派遣法が今度の国会でもっと改悪されて、正社員の方も全員非正規にいつでも叩き落とせる。非正規の人たちは一生非正規のままで置いといても構わない、そういう改悪がされようとしてるんです。今の安倍政治がほんの一握りの金持ち、その利益しか考えない政治をやってるからです。私はこういうふうに若い人たちが厳しい辛い条件でしか働けない、そういう世の中はやはりどっかで変えなければならない、断ち切らなければならないというふうに私は考えてます。皆さんの職場に労働組合がありますか？あっても賃上げのためのストライキをやってますか？労働組合を腐らしたその幹部たち、若い人たちの団結の力でそういう幹部を追っ払って本当の労働組合の姿を取り戻さなければならないと私は考えています。森元首相がオリンピックの組織委員会の会長になる、オリンピックを開きたかったらば原発を再稼働することだと、こんなことを言ったんですね。福島の放射線汚染をないことにする、放送水素でもないことにする、こういう安倍の政治はどっかで断ち切らなければならない。そうだそうだそうだ、そういう人たちの力は若者にある。安倍を倒す、安倍の政治を断ち切るのは本当に今ひどい目に遭っている虫けらのような目に合わせている若者を虫けらだ、物扱いだ、こういう風にやってる安倍を、そういう政治を断ち切らなければならない。断ち切ろう、頑張ろう。ありがとうございます。年齢ありがとうございます。ではこのまま竹下通り口に鈴木さんを迎えます。皆さん候補者本人と握手してください。ぜひ握手してください。お願いします。達郎ですよ、達郎、達郎が竹下通りにやってきたぞ。若い皆さんのためでした。本当にこっちも励まされます。もうね、政治はね、変な嘘とね、なんだかわけわかんない曖昧なこと言ってる時代じゃないんですよね。若者の希望は戦争じゃない。私たちは手をつないで団結して戦争を止める、自分たちの生活を自分たちの力で止めるんだ。このままいけば虫けらのように物として扱われて過労死で殺されるだけだ。そんな時代はね、全部のみんなの力で断ち切ろうよ。そして未来は若者のもんだ。今の若者の未来を奪っているものは一握りの資本家だ、 1% の連中だ。それを 99% の声を集めて、皆さん若者を先頭にして根本的に世の中を作り変える。特に NHK の会長ときたら、なんであれは安倍の手先じゃないか、コチじゃないか、そういう連中がマスコミを牛耳ってんだ。ということで、そして共に戦おうじゃないか、今の世の中をひっくり返すために。それでは今から竹下通りを練り歩いてまいります。私たちここに毎日生きて遊んでご飯食べて頑張ってますよね。こんにちは、鈴木達夫がやってまいりました。都知事選挙が始まってます。ありがとうございます。どうなったような皆さんだ。本当にこんな世の中おかしいから一緒に変えちゃいましょう。Twitter 上では鈴
生トトロに似てるとか言われ始めてますけど、だんだんゆるキャラ化してますが、実はすごい筋金入りの戦う弁護士なんです。はい、ありがとう、ありがとう。こんばんは、都市候補の鈴木太郎です。こんばんは、竹下通りの皆さんお騒がせしました。実は私小中高とこの近くで育ちまして、本当に懐かしい、しかし大きく変わった街です。若い人たちがあふれるばかり、その若い人たちを戦場に送ったり物のようにこき使ったり許されないことです。そのために私は2月その日絶対に都知事選で勝ちたいと思います。皆さんの支援をお願いしたいと思います。ありがとうございます。